はい、どうも皆さん、こんにちは、ナブです。今回なんですけども、ライシントリガーサードで行われた、曽谷貴樹 VS 中司信義選手の試合について感想を言ってきています。結果から言いますね、曽谷貴樹選手、2ラウンドで KO 勝ちです。おめでとうございます。おかえり。本当に待ってた。本当に待ってた。本当に待ってた。ね、もう奥さんをね、亡くし、クローン病になって、ヘルニアと脊柱管、狭窄症を、もう発症して、もう本当に本当に辛い時期過ごしたと思います。ようやく帰ってきました。しかも KO 勝ちで、いや本当に嬉しい。まあ試合の展開だったんですけども、1ラウンド、まあ結構お互い打撃の展開で、まあ中司さん選手がね、一発もらっちゃったんですよ。曽谷選手のね、右を。結構スコーンと1回落ちたんですけど、そこからやっぱ気持ち強いんで復活してレスリングで、まあ、寝技の展開持ち込んだりっていう状態で、すごい自分の、お互い自分のやりたいことをできてるし、すごいいい試合、本当にいい試合。そこからまあ2ラウンドになったんですけど、そこでもね、中司選手がね、まあ、タックル行って引き込んでとか、すごい自分のやりたいことやってて、まあ、曽谷選手はそれに対してやりたいことができてないんで、付き合わない。もう寝てる状態だったら、猪木ありになったらもう立ってこいよみたいな感じで、で最後、左のロングフック当ててダウン取って、そこでも終わらないんですよ。そっからパウンドいってるのに、もう中司選手本当に気持ち強くて全然切れなくて、でそこから、まあ、組の状態からだったんですけど、セコンドの声、曽谷選手の、まあ、鶴谷選手か折久保選手か分かんないですけど、立って踏みつけみたいな感じでいって、そこから上体曽谷選手が起こして、最後右のもうクロールみたいな右のオーバーハンド気味のパウンドで最後もう意識刈り取って勝利っていう感じで、いやもう本当にかっこいい、本当にかっこいい。こういった人がいると、もう僕も仕事とか辛いこととか全然頑張れるし、もう皆さんもこの試合見て元気もらえると思うんで、よかったら動画上がったら見てください。ちょっとね、ちょっと泣きそうかもしれないです。半泣きみたいな感じです。本当に本当にいい試合だった。いや見れてよかった。ということで、お疲れ様です。